韓国軍かなんかの落ち武者ですよ、ね、落ち武者で僕がもう二度とできない仕事の3本目に入る一つですな。めっちゃきつかったです。元韓国の海軍の教官なんですよ、はい、本当にあの人怖かったな、あの人よーしスタートってその時のディレクターのコナカ D が言って、はい、カットって言った瞬間に急にスコップをゴムボートにバーンってやって日本から韓国の海軍の訓練取りに来たんだろ、じゃあカットをかけるのは俺なんだよ、俺がここで訓練終わるって決めるからそれを回してればいいんだよって言い出して、うん、コナックも、いや一応うちのやり方があるんでって言ってくれるのかなと思ったらお任せしますそっから俺の地獄始まったんですよ。延々腕立て伏せとか波打ち側にブリッジしてこの顔にずっと海水かけていくんですよ。うわやったってやってた。でもこっちはボケなきゃいけないからふざけるじゃないですか、余計怒るんですよもうお前昼飯海の中で食えって言われてご飯とかおかずが入ってたお盆持って海の中入っていってもっと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 ってここまで行っていただきますって波ザッパーンって全部持っていったんですよ。それが面白かったのよ。もともと弓が刺さってる状態の落ち武者の格好やねんけど、みるみるほんまに落ち武者になっていくわけもうボロボロになっていくわけ韓国軍は拉致されたらそのまま拉致されちゃいけないと、海に飛び込んで逃げるんだっつって手足縛られて海に落とされるんだよこうやって。今多分無理ですよ、今のバラエティだったら絶対無理、絶対無理。見てる俺らはめっちゃおもろいけど多分死ぬやろうなっていう映像にするって、チャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。宮迫